今回紹介するのは、その日暮らしの人類学、もう一つの資本主義経済という本です。東アフリカで行商の世界に飛び込んでフィールドワークを重ねてきた女性人類学者による先進国モデルの資本主義とは異なる経済観、職業観、社会システムのあり方を示した本です。 かつてのマルクス主義のような理念による解放された社会の見取り図イコール創造の世界絵空ごとではなく現実に稼働し甘つさえ新自由主義経済グローバル経済の下でも徐々にその存在感を高めつつあるリアルなもう一つの経済活動の姿を滑車しているところが本書の特徴です。 学術的な考察も随所に挟まれてはいますがベースになっているのはアフリカ生活の中で知り合った現地の仲間とそのネットワークでありそこで働いている価値観や行動様式をつぶさに観察すれば日本で一般化固定化してしまった生き方働き方のスタイルとは大きく異なる社会が現実に存在することに気づかされます。 日本人の一般的感覚からすればだらしないふらふらとした一本筋の通らない生き方が一定の社会経済環境の下では意味のある生存戦略であることが説得的に語り出されていくのですそうした働き方の方がむしろ世界の主流なのかも特に読んでほしいのは行き詰まり感満載ではあるものの。 他の選択肢も見つけられない中で既存の社会経済システムの中に飛び込もうとして就職活動に奔走している学生諸君や毎日の仕事や会社組織の中で息苦しさを感じているサラリーマン諸氏です世界にはこんな働き方もあるんだよとポンと背中を押してくれる本です以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。